皆さんこんにちは、おしゃれ着物が着たい久美子です。今回はいよいよ仮装用の中野さんの着物ショーです。1枚目から仮装用らしい染めの着物ですね。本当にこの絞り染め素晴らしいですね。お振り袖でしたね。素敵。今回私はプレスでこの東京着物ショーに登録をしていたんですけれども、仮装用さんのショーは絶対見たいということで、こちらも取材の申し込みをしていたんですね。そうしましたらとってもいい席を準備してくださいまして、皆さんには思う存分堪能していただけますので、どうぞゆっくり見ていってください。仮装用さんの着物のショーはこういったねスタイルなんですよね。多分仮エヴァになっているのをモデルさんが羽織って、そしてこのちょっとしたお立ち台の上で全体を見ていただくというような感じですね。着物のふんわりとした柔らかさとかが伝わってきて、とてもね素敵なショーのやり方だなって思います。こちらの振袖もとっても可愛いですね。個性的な感じもしますが、でも作家物だからやっぱり個性的な方がいいと思うんですよね。ステージの真ん中では演奏家の方が音楽を演奏してくださってるんですけれども、著作権の関係でこちらの私の動画ではその音源をね使うことができませんので、会場の生の雰囲気などはちょっとね味わっていただけないんですけれども、皆さんぜひよければ来年の着物ショーでも仮装用さんのショーがありますので、そちらに実際に見に来てくださるといいかなと思います。中野さんの作品っていろんなタイプの作品がありますよね。ふんわりとメルヘンだったり、渋い絞りだったり、可愛らしい染めだったり、いろんな表情があって素敵だなと思います。こちらのお着物も素敵ですね。こういうのも着てみたいなって思いますね。今度はおしぶな引き染めですね。渋いけどグラデーションと差し色がとてもね綺麗なハーモニーになっている一枚だなと思います。こちらは先ほどの色違いバージョンみたいな感じですかね。パステル調なんですけど、なんとなくトーンが抑えてあって身にまといやすい一枚かなと思います。次の1枚は鮮やかな緑色ですね。色文字なのかなとも思うんですけど、こうやって広げたところを見ると段ぼかしになってますよね。こちらもまた繊細な染めですよね。今度はブルー系が出てきましたね。同じ感じかなと思って見ていたら、こちらはね斜めぼかしのような感じになっていて、こういうのザ・作家物って感じがしますよね。とっても素敵です。こちらは中野さんお得意の柳絞り。これはね本当にね私も教えてもらったんですけど難しくって、一回復習したっきりですね。とにかく根気と精神力が必要なんですよ。そしてねこちらは珍しく板締めになるんですかね。ただねこちら左右でなんとなく色の濃さが違うんですよ。同じ模様で同じ色なんですけど片身代わりのような感じになっていて、またそういうところがね繊細で作家らしいこだわりが見え隠れしてるかなって思いました。この染めはね、またね、私好きなんですよ。段で柳絞りになってるの。これね、すごい素敵なんですよ。私が持っている新之助上布はこのタイプの絞りなんです。はい、またね、可愛らしい一枚が出てきました。
カラフルでいいですよね。こんなのかわいい。これはホモンギの餌付けになってるんですかね。とってもかわいいな。ここからはですね、仮装用さんのお着物を実際に購入した方のファッションショーのような感じになっています。この方、可愛らしいお振り袖をあつらえていただいたそうです。羨ましい。とっても幸せな子ですね、この子は。とってもメルヘンチックで華やかで上品で、もうね、ほんとみんなね、見てるみんな目がハートです。とっても素敵でした。ねえ、かわいいでしょう。はあ、見てるこっちも幸せな気持ちになりました。はい、そしてお次はこのように大人な仕上がりになっております。この方は帯も仮装用さんですね。中野さんが一つ一つ刺繍をしている帯じゃないかなと思います。ハッカケがね、またね、こじゃれてるんですよ。ね。このハッカケはどこから来たんでしょうね。珍しいハッカケだなと思います。はい、次もね、また素敵です。落ち着きがありながらも、華やかさがあるんですよね。コーディネートでですかね。着こなしがね、素敵だなと思いました。見てて思ったんですけど、どの方も皆さんね、本当に堂々とされてて、ウォーキングもとっても上手で、プロのモデルさんのようですよね。ほら、素敵。そしてね、次にいらした方、あら、なんだかちょっと見たことがあるわと思ったら、超有名人、富士工房の明子先生だったんですよ。みんな盛り上がりました。うわーって感じですね。そして見よ、この堂々とした立ち居振る舞い。さすが人気者です。はい、そしてね、お次の方はとっても華やか。すっごく可愛いんです。こんなのね、作るんだと思って、中野さん。これでこそ作家ものですよね。いいなぁ、私もこういうの作りたいなぁ。で、この方、ステージからね、あれ退場しないと思ったら、なんと、旦那様の登場です。めっちゃかっこいいんですけど、この人。見てくださいよ、この離れ感。注目を浴びてるのがもう最高に気持ちいいっていう感じですね。奥様の方はプリズムっていうタイトルがついてて、旦那様の方はメタバースっていうね、タイトルがついてるんですけど、いいですよね。私メタバースの方が好みかもしれない。めっちゃいいんですけどこの着物。お二人が並ぶともう大拍手ですよ。お二人ともね、すごくステージ上で映える方々でしたね。とっても綺麗ですよね。いいなぁ。ね、ご夫婦でね、こうやってお揃いで着れるなんてね、羨ましい。とっても素敵なお二人で拝見させていただいて、とっても幸せな気持ちでした。はい、そして再び仮装用の新作の発表ですね。今度は何やらね、漆黒な感じですけど、なかなかおしゃれな色合いですよね。
こういうの好みの方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、これは一体どういう染めになってるのかな。絞り染め顧問ということなんですけどね、どんな感じに絞ってるのか、ちょっと絞りが好きな私は気になりますね。こちらもそうですね、絞り染め、どうやってこういう感じに染めるんだろう、気になる。次は絞り重ね染め訪問着なんですね。たくさん絞りが絞ってある贅沢な一枚のようです。地の部分も絞ってあるし、この模様のね、エヴァ模様のところも絞ってあるという手間のかかった一枚ですね。それのまた色違いになるんですかね。この色もいいですね。大人っぽくて素敵。ほらー、すごい素敵。こういうのもいいな、着たいですね。次はね、ろうけつ染めらしいんですよね。どんな感じにろうけつにしたのかが、ろうけつ染めあまり詳しくないのでよくわからないんですけど、白くなってるところがろうけつだったのかな。こういうのね、やっぱり作家の方のお話も聞きながら見たいですよね。でも中野さんっていろんなことを、いろんな染めをされるんですね。こういうね、絞り染めが代表的な感じかなとは思うんですけど、これね、ちょっと、ちょっと裾がね、どのお着物も裾に、ああいう、多分ね、スッって歩くので、それで傷まないように、保護の役割で布が貼ってあったと思うんですけど、それが取れちゃったんですよね。ね、しょうがないですよね。まあ、生でやってるわけですから、そういうハプニングもあるかなっていうところですかね。そういうね、ハプニングにね、見舞われつつも、落ち着いて対処されて、はい、立派だと思います。はい、次は大きく絞った置物ですね。ちっちゃいね、小花みたいな感じで、そういうのがいっぱいある作品はね、よく拝見するんですけど、ああやって大きい円で絞ってあるのって、あんまり私はね、見たことがないなと思って、新鮮でした。で、こちらはまあまあの大きさの円で絞ってある分ですね。私はどちらかというと、こっちの方が大きさ的には好みかなって思いました。はい。はい、次の置物ですね。こちら、この線になってるところが、もしかしたらずっと縫って絞るやつですかねと思ったんですよね。この一本線になってるところ全部波縫いみたいにして、で絞って全体を染めると多分あんな感じになるんじゃないかなと思うんですけど、あれもね、結構大変な絞りですよね。ずっとひたすら波縫いをするというような。で、こちらもそうなのかな、縫い締め絞りとなってるようなので、斜め線のところをね、全部並縫いして絞っていくんですね。と思っていたら、この次の着物は何だと思ったんですよ。縦にも線が入って、横にも線が入って、で、タイトルを見るとね、糸目友禅訪問着。縦の糸は私、横の糸はあなた。あ、ですよね。私、ちょっとここで違う話していいですか？これ有名な曲ですよね。皆さんお好きじゃないですか。糸ですよね。でも糸の歌詞は、縦の糸はあなた、横の糸は私なんですよ。でも私、この歌あんまり好きじゃなくて、なんでかっていうと、縦の糸は私だと思ってたんですよ、ずっと。人生の縦の糸は私なんですよ。そこに絡んでくるのはあなたですよねっていつも思ってたんで、いや、中野さん、そうです。私もそう思ってます。はい、ちょっと熱くなってしまいましてすみませんでした。はい、最後のシーンになってきます。こちらのお振り袖もとても素敵ですね。もうなんていうか深みが
すごいです。華やか、それでいて素敵だわ本当に。そして次はあまりね見かけたことないんですよね、中野さんの作品で。あんまりこういう感じの染めは見たことないなと思って珍しかったんですけど、これはスガキエヴァコモンというふうにタイトルがついてますね。スガキなんですね。一筆書きみたいな感じで書いていくんですかね。で、またこちらね、先ほどご夫婦が着用されていたお着物と色合いがなんとなく似てますよね。これも可愛いなと思いましたね。なんか可愛らしい、クレヨンがいっぱい並んでるみたいで、とても可愛らしくて私の好みです。はい、で次はね、お振り袖ですけど、ちょっと落ち着いた雰囲気ですね。無地場が多い感じで、でもこの大きい丸の中にちっちゃい絞りがいっぱいあって、で無地場のところも一瞬本当に無地なのかなと思ったけど、少しグラデーションというかぼかしというか、完全に無地っていう感じではない感じでしたね。こちらの振り袖で最後の作品になります。皆さんいかがでしたか？たっぷりご覧いただけたと思います。気に入ったものは何かありましたか？私はね、本当にいつか中野さんに絞りをお願いしたいと、直に絞りをお願いしたいと思ってるんですけど、その時の参考にあれやこれやを混ぜてこんな感じにしてくださいみたいな感じでいつかお願いしたいなと思います。ではこの後中野さんの面白いスピーチがありますので、そちらもご覧になってくださいね。その間ちょっとお話したいと思います。今日は本当朝ね、嵐のような天気になる、もうどうなるかと思いましたけど、まあ、皆さんこうして集まっていただいて本当に光栄です。ありがとうございました。ね、私も今日割と冷静に見せてもらったんですけど、なんかおのおのようだなと思ってですね、なんか不思議なものを見て、皆さんこれ退屈ないかなと思ったんですけど、まあこうね、出ていただいた、応援していただいたお客様、まあ、それからモデルさんですね、今日ね、一人一人のお名前はちょっと紹介しませんけども、まあ、こちらに曲名とか、書いてありますので、またちょっと思い出してね、見ていただきたいと思います。はい、そうですね、まあ、こんなわけで、まあもうこれで終わりにしますけど、着物ショーはですね、今日が初日で、皆さん入場いただいた方は明日も明後日もそのね、ハンカチで入れますから、また来ていただきたいと思っております。まあ、そんなわけで今日は本当ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。はい、それでは最後は私が一番気に入ったものをご覧いただきながらちょっと締めたいと思います。私がね、一番素敵だなと思ったのはこの振り袖ですよ。本当に可愛いんですけど、もう着てる方も可愛い、完璧です。すっごい手間がかかってるからね、これはね、多分とってもお高いとは思うんですけれども、やっぱりね、仮装用の絞りといったらこういう感じの絞りじゃないですか。ぜひこれ、こういうの、こんな感じの絞りをやっぱりね、欲しいなと思うわけですよ。なのでいつかその時が来たら、中野さんどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで今回は私の心の声ダダ漏れ解説と一緒に仮装用の新作リサイタルショーをご覧いただきました。中野さん、着物ショーお疲れ様でした。生演奏の大村志乃さん、音楽が流せなかったのは残念ですが、クレジット載せておきますので、皆さんもよかったら聞いてみてください。あと、モデルの皆様も、落ち着いた振る舞い、着物の見せ方、とても素敵でした。そして、中野さんのお着物を自前で購入して、私たちに披露してくださった購入者の方々、素敵なお着物をありがとうございます。そして表には出てこなかったですけれども、4人の着付け師の方もいらっしゃったそうです。今年は中野さんのショーが金曜日だったおかげで、私もじっくり拝見することができて、とても良かった。また来年も拝見できたらいいなと思っています。はい、今回の動画は以上になります。ただいまチャンネル登録者募集中です。ぜひ皆さんチャンネル登録をして、また動画を見に来てください。
このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で着物に関する動画を更新しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。